を前にしたスタジアムには独特の雰囲気が漂い始めました。エル・アルコラスへようこそ。実況は西岡明彦、解説には日本代表としても活躍した福西崇史さんもお迎えしています。すごい試合になるでしょうね。中の選手を狙ってきた。ボールをクリアします。ヒル、ベイリー、いいロブパスです。ヒル、深くえぐってマイナスに出す。グレゴリー・プジョール、見事なインターセプト。ディフェンダーの読み勝ちでしょうか。さあゴールを狙いに行く。決まった。試合の序盤に先制ゴールが決まりました。前半9分、試合が動き出しました。いいタックルだ。ボールをキープしました。グレゴリー・プジョール、センデロス、カンナバロ、じっくりと出しどころを探します。ボールをクリアしました。コーナーです。これはあるか。同点、見せ場を作りました。これで同点です。これは大健闘ですね。意地を見せました。この試合何が起こってもおかしくありませんよ。ロブで裏を狙います。ボールはミドルサードからアタッキングサードへ。しっかりボールを保持しています。簡単には取られません。センデロス、パスの先には味方が走っていました。スローになりましたがピンチが続きます。カンナバロ、グレゴリー・プジョール、入ったかと思いましたがディフェンスがブロック。ちょっと力がありません。これではキーパーに勝てないでしょう。しっかりついてクロスをブロック。ファーにクロスが入った。クリアして危機を脱しました。このカットは大きい。しっかりと奪いました。ヒル、ここでインターセプト。センデロス、グレゴリー・プジョール、うまく読んでいましたね。やめてな。グレゴリー・プジョール、
いいボールを送りたい。よく止めましたがボールはこぼれています。決めました。これは大きな勝ち越しゴール。大健闘じゃないですか。試合前は逆の展開を考えていました。このまま行くと予想を覆されそうです。ワイナルドゥム、美しいパスですね。ゴールキーパーの果敢な前進でした。ボールをしっかりとキープ。センデロス、このパスはカットされます。スローインが与えられます。切る。これは見事なインターセプト。下がってボールをもらいます。この突破は失敗に終わります。いいスペースにロブを出しました。これは大きく蹴り出されました。惜しいチャンスを逃しましたね。グレゴリー・プジョール、センデロス、このボールは外に出てスローインでの再開となります。相手ボールになります。ヒューゴヒル、ベイル、ディフェンダーの裏を取るプレーを好む選手ですが、少しタイミングが早すぎたか。センデロス、ここで大きく前に出します。また通ります。ここの2人の関係が非常に光ります。今日のゲーム危険な位置です。緊張感が増してきます。ファーにボールを入れた。クロスバーの上に弾いた。コーナーです。コーナーキックです。ゴールを決めれば同点。ボールを入れました。前半が終了しました。スコアは2対1、1点のリードでハーフタイムを迎えます。後半の45分が始まります。強い当たりだ。クロスはマイナス、入った。前線からプレッシャーをかけ、よくボールを奪い返しましたね。チームとしてボールに迫り、相手のミスをチャンスにつなげた素晴らしいプレーです。鮮やかな同点ゴールでした。緊迫した好ゲームになっています。ゲームを作るパス、またまた通ります。ワイナルドゥム、リズムよくパスを回します。ここからどうつなげてくるのか。いい位置でしたがポゼッションが変わります。見事なインターセプト。
このボールはタッチを割ります。スローインです。中にスペースがあります。危ない場面もディフェンスがクリア。クリアボールは再び相手に渡っています。このカットは大きい。しっかりと奪いました。このパスは通らない。絶好のスルーパスでしたが惜しくも通らない。グレゴリー・プジョール。何じゃ、我一边找你。見事なログパス。グレゴリー・プジョール止める。止めます。マッチュー中に入れた。このボールは相手にクリアされました。グレゴリー・プジョール。じっくりとパスを回しています。ゴールをこじ開け均衡を破りたいところ。これは出してとのタイミングが合いませんでした。フォワードに低い位置で渡します。攻め方を変えてくるんでしょうか。高校のかボールをサイドへ展開します。パスをサイドに送ります。パスを返します。中に入れてくるか。これはディフェンダーを越えません。深くえぐってからのクロス。ナイスディフェンスです。勝ち越しゴールなるか。ゴールキーパーのポジショニングが外れていましたが綺麗にゴールを決めました。福西さん、ゴールがガラ空きでしたね。はい、これは簡単でしたね。プレゼントしてもらったようなゴールでした。センデロス。相手ボールになります。何かしてきそうですが、ボールがこぼれました。クリアできるか。このシュートは枠に行きません。決まるかと思いましたがコースをうまく消されましたね。グレゴリー・プジョール。センデロス。パスがつながる。相手に当たりコーナーキックが与えられます。ボールはゴール前。いいボールでしたがここはクリア。マイナスのボール。センデロス。ディフェンスの選手が止めた。カンナバロ。ドリブルで運びます。プレーを切ります。ボールを外に出しました。裏に抜けるプレーが彼の持ち味ですがちょっとタイミング合いませんでした。ベイリボールになりました。ここからどうするのか。ここはディフェンダーが読んでいました。最後の攻撃になるかもしれません。同点に追いつけるか。クロスを中央に入れた。ゴールにつながるプレーとはなりません。このチャンスにスタジアムは沸いています。
うまく生かすことができるでしょうか。サポーターの期待に応えたいですね。どちらが得点をしてもおかしくない展開が続いています。危険な位置です。緊張感が増してきます。ボールを失った。ボックス内へ入れてきた。これはナイスインターセプト。ここはカウンターのチャンス。チャンスです。ここはシュート。よく止めましたが、ここはプレーを切りたい。タッチライン際を上がれそうです。入れば同点ですが、これはいい展開です。同点に追いつく最後のチャンスになるか。試合終了のホイッスル。この一戦ホームチームが見事に勝利を収めました。接戦になりましたが、チームは巧みな試合運びを見せ、リードのまま勝利しました。ゲームをしっかりとコントロールできていましたし、監督の作戦勝ちといったところでしょうかね。